こんにちはったらこんにちは、いずもです。比較的新製品ダイソーのタッチランタンに手作りのシェードを作ってかぶせてみました。このチャンネルとしてはそれだけではちょっと物足りないので、手作りシェードにタッチ機能も追加しました。それでは制作の様子をご覧ください。今回の肝であるタッチセンサーの動きを確認します。タッチランタンを受けまして、用意したのは銅シールの切れ端。試してはないんですが、アルミホイルにクリップ止めでもなんとかなるかも。もともとついてたセンサーの配線と入れ替え、触れるとちゃんと切り替わりますね。コピー用紙で覆ってみましたが問題なさそうです。それでは作業開始です。まずはタッチセンサーになる銅シールを切り出します。普通に四角や丸でもいいのですが、ちょっと可愛く犬の形にしてみました。デザインナイフで切り出していきます。できました。これがセンサーになります。ポンポンタップするので、潰れちゃうかと思ってスズメ木線でフレーム作りました。結果的に言うと多分これいらないです。買ってきた和紙が硬かったせいもあって、出来上がったシェードはかなり頑丈でした。タップぐらいでは潰れそうもないです。この辺は紙の質にもよると思いますが、今回はいらなかったかも。でフレームができてきました。王冠みたいな形になりましたね。風船を入れるとこんな感じになります。では肝心のシェードを作っていきましょう。水に木工用ボンドを溶かしました。普通に大和塗りとかでも良いかと思います。さっき切り出した銅シールに配線したものを和紙に貼っています。ここがセンサーになります。和紙はちぎって貼っていく方が出来上がりが綺麗になるようです。今回はその辺ちょっと心配しています。あと買ってきた和紙が意外に硬くてちょっと四苦八苦しました。さらにもう一層貼っていきました。ここで四角く切った和紙を貼ったものだから、まるで地球儀みたいになってしまいました。全く無地も味気ないので、薄い青の和紙をさっきの犬の形に切って貼り付けました。一晩乾かしました。中の風船を外していきます。なぜかうちにあったホースのストッパーを徐々に緩めていきます。前に見た動画では普通に口を結んで最後は割っていました。その方が簡単でいいですね。の余った部分は切り取っています。タッチセンサー部と基板はコネクタでつなぎます。基板側にオスを、センサー側にメスのピンコネクタをハンダ付け、シェードを固定するための棒も取り付けておきます。電池を入れて組み立てました。手に反応してランプが点灯しました。ゴソゴソやってシェードをはめ込み、タッチセンサーも無事に動いているようです。
暗いところで光らせてみましょう。タップすると色合いが変わります。押しっぱなしにすると明るさ調整。このあたりは元のタッチランタンの機能そのままです。というわけでダイソーのタッチランタンにタッチ機能付きの手作りシェードをつけてみました。肝心のシェードがいまいち可愛くできなかったのが残念。よかったら皆さんは可愛いシェード作りにチャレンジしてみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録ぜひお願いします。次はですね、まだ未定ですが、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。